3, 2, 1. はい、どうも、太郎丸でございます。今日はですね、見てもらえば分かる通り、マツダの公式ホームページに来ております。今日どんなことをやるかっていうのはね、皆さん以前の動画を見てもらって分かると思いますけれども、ロードスターとコペンを買おうかなみたいな話を以前にしておったんですよね。で、その際にコペンは現状新車が見積もれないから、中古車で探そうかなっていう GR コペンですね、思っておりますという話をさせていただいてて、で、マツダのロードスターは新車というか、ビッグマイナーチェンジを経て、新しいあの ND2 に変わりましたので、そちらの方のね、見積もりを今回してみようかなというところで、マツダのホームページに来ております。ロードスターですね、価格は289万円からとなっております。で、グレードなんですけど、私が気になってるグレードって S スペシャルパッケージで NRA ですね。で、 NRA はどんなグレードなのって一番ね、下にあるんで、一番値段高いのかと思いきや違うんですよね。 RS っていうのが一番高くて、その下ですね、 NRA っていうのはいわゆるあの競技車用のベース車になっております。で、他と違うっていうところが結構あるんですけど、まあ内装は簡素なものにだいぶ変わっております。で、その上で、ないのかな？グレード価格表みたいなのがね、ないのかもしれないですね。じゃあ先に色からですね、何がいいのかなっていうのを見て、赤、ちょっとこれね、SV セレクションになってますかね。なんで S にして、S が一番普通の見た目なんでね。色を見せたいと思います。赤、青、青じゃない、これマシングレープレミアムメタリックですね。で、ジルコンサンドメタリック、ジェットブラックマイカ、ディープクリスタルブルーマイカ、スノーフレークホワイトパールマイカ、エアログレーメタリックってことでね、6色、7色ですね。7色の中から選べるようになっております。で、今回私の中でこれだなって思ったのは、マシングレープメタ、グレープレミアムメタリック。マシングレープレミアムメタリックと、ジェットブラックマイカでございまして、こっちは5万5千円かかるんで、一応今回は、私、有料色じゃなくてもいい派の人間ですので、で、どっちが、どっちも好きなんで、どっちかって言われたら、お金かかんない方がいいなっていうことで、ジェットブラックマイカ選ばせていただき、いただこうかなというふうに思っております。で、基本的に簡素な内装になっておるのが S グレード。で、LSD が付いておりません。LSD が付くモデルがスペシャル、S スペシャルパッケージってやつですね。今回新開発の LSD だそうでございます。そして、NRA がないんで説明しづらいんですけど、NRA っていうグレードが、LSD もついてるし、その他足に関する、オプションみたいなのがモリモリになってるよっていうようなモデルになっておるということでですね、この3つの種類を、今回見積もり作成をもうしております。ここに3件で出てる通りね。で、ぶっちゃけた話ですね、NRA と S スペシャルパッケージって大体同じぐらいの金額なんで、まあ、どっちでもいいかなっていうのが、これオプションも入ってます。私が好みで入れてるオプションがあります。で、全く同じ値段なら、ここと S スペシャルパッケージと NRA っていうのは、大体19万円ぐらい違うんですけど、あ、違う。S スペシャルパッケージと S が19万円ぐらい違うんですけれども、ちょっとね、こっちが8万円で10万円なんで、ちょっとね、17万円ぐらいの差しかないんですけど、あ、まあまあそれはどうでもよくって、何が2万円違うのってね、アルミペダルセットっていうね、ペダルをアルミにできるよっていうセットを安いから追加しちゃえって言って追加したのが S。 ぶっちゃけなくてもいいかなとも思います。
で、S も LSD ないってこと以外はあんまり変わりないんで、S でもいいかなとも正直思うんですけど、LSD がどれだけ効くかっていうところで、試乗を今度してみたいんですけど、S とね、S スペシャルパッケージ両方は乗れなさそうなんで、どっちか最低でも乗って、LSD がある方になると思いますけど、ある方乗って、違いがあれば、なんかね、両方とも乗らないと分かんないですね。この3パターン全部乗らないと、どれにしたらいいか分かんないですよね。違いすぎて。S も S スペシャルパッケージもだいぶ違うじゃないですか、内容が。LSD あるなしっていうのは結構大きいと思うんで、どっちがいいかっていうのはね、分かんないですけど、現状。まあ、価格だけなら S。LSD つけるので20万って言ったら、まあ、S スペシャルパッケージもいいかなっていうような感覚で私はいます。で、あと悩みどころっていうポイントはですね、NRA っていうモデルがあるんですよね。走りによりフォーカスしたようなグレード、よりスポーティー走行な、スポーツと走行ができそうなモデルになっております。これには LSD も入ってるし、いろいろなオプションが入っております。ということで、そうですね。で、私が気になってるオプションってね、この3つともに入ってる、インダクションサウンドエンハンサーって呼ばれるものですね。これ何なのっていうのをね、早速見たいんですけど、あ、グレードミス、用意しろみたいなこと言われちゃうな。どこだっけ？ここだな。ここだな。これですね。どんなものなのっていうのに説明書き換えてあります。エンジンの吸気脈動を躍動感あふれるサウンドに増幅し、コックピット内に伝えるサウンドエンハンサー。アクセル操作にシンクロして歯切れの良い音が運転席に響きます。RS には標準装備されています。本商品の表示価格は取り付け費用込みでございます。ということで、これ欲しいですね。ちょっと欲しいんですよ、これが。いい音するっていう噂なので、これつけることによってね、いいんじゃないかな。より良くなるんじゃないかなってことでつけております。で、ETC とかナビとかはつけないのってね、ナビ8枚ぐらいでつくんですけど、ぶっちゃけナビを使った試しがないんで、車買ってから、いらないです。で、ナンバープレートホルダー、クロームがついてますけど、私ナンバープレートホルダーいらないと思ってるんですけど、黒だと、ちょっとね、ここにね、一箇所色変えた方がいいのかなって、全部黒になっちゃうんで、ホイールから屋根まで、全部ね、頭からお尻まで、ね、全部黒になっちゃうんで、シートの内装も黒いし、NRA だと内装もほぼ黒だと思うんで、ちょっとね、一箇所ぐらい色がついてもいいんじゃないかなってことで入れましたけど、まあ別になくてもいいですね。7700円もったいないんで。こんな車に乗るのに、もったいないっていう基準で基本何にもオプション入れない人なんで、今までのね、車もそうです。オプション入れたことないんで、基本。で、アルミペダルセット。なくてもいいかなっていう。雨の日滑るんでね。なくてもいいかなと、ちょっと思っちゃいますね。まあ、見た目かっこいいんで入れましたけど、なくてもいいかなって。なんで、この2つに関してはなくてもいい。で、ボディコーティングに対しては、10年ぐらいは乗る予定なので、次の、私の愛車になる予定の、父親のミニが来るまでは乗る予定なんで、ってなると、もう、3万1000円ぐらい。2000円ぐらい安くなるっていうような感じだと思っておりますけど、そしたらね、高いグレード、高い色、値段がかかる色でもいいんじゃないかなというふうに思ってます。なんで、現状はどれにするかっていうのを迷ってますけど、今のイメージだと、将来的には、このね、ホイールを15インチ化して、タイヤをむっちりさせて、車高をちょっと落としたいんで、NRA のそのままの素の車高調を使って2センチ落としての NRA が一番いいんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、普通に乗るなら S スペシャルパッケージもいいなとも思いますし、迷いどころですね。LSD はちょっと欲しいかなと思ってるんで、後付けできないんですよね。ついてた方が得じゃんとも思いますけど、そしたらね、これもね、安値でね、S に乗れるってことで、S もね、結構魅力的なグレードだと思うんですね。ここなくせばさらに3万円安いってことは、値引きも入れて210万円
円切るぐらいの価格で乗り始められる。こっちだと値引きを入れてもまあ約10万円入るとしましょう。ざっくり。で、7000円、2万4000円、3万円、35万、25万ぐらい。難しいあたりですね。両方とも25万ぐらいになるんで。ってことを考えると、S もね、だいぶ検討に余地が出てくるかなっていうところで、私は非常に迷っております。どのグレードを、どの値段で、どういう風なオプションをつけて買えばいいのかっていうことですね。非常に悩んでおります。で、オプションに関してもほとんど入れる気がなくて、これは入れたいなっていうインダクションサウンドエンハンサーと、ぐらいなんですよね。絶対に入れたいっていうのは。あと、ボディコーティングは安いんで、他でやるより、こっちがいいかなって思うのと、まあ、購入当初からついてくるんで、多分工場とかでやってくれると思うんですよね。輸送中とかの、ね、傷もね、気にならないってことでね、あってもいいんじゃないかなとも思いつつ、本当に迷いますね、こればっかりは。で、ウィンドブロッカーとかは、後で、社外品あるんで、社外品買ってもいいですし、私、マットは絶対社外品なんで、社外品買うと思うんですよ。6900円で、ね、FJ クラフトさんですでに見つけております。で、他に、これっていうのも特にないんですよね。これが欲しい、あれが欲しい、もっともっと欲しいってやつがね、ないんですよね。カップホルダーもね、つい S スペシャルパッケージの2つついてくるし、ついてこなくても奥さん乗るかわかんないから、どっちでもいいし、パナソニックのバックガイドモニター、あったら便利だけどなぁ、バックで駐車しかしねえから、そんななくてもいいしような気もするしなって、多分あと、後ろにセンサー類ついてると思うんで、大丈夫だろうなと思いますし、ETC もね、私まだ高速に乗るかわかんないんで、ロードスターで。ね、実家帰るのも下道で帰れるし、なくてもいいんじゃないかなっていうね、ところも思ってます。で、その他で行くと、こういうスターターパッケージ系は絶対買わないんで、ボディーコーティング入れて、ホイールコーティングは将来15インチにするからいらないでしょ？で、スポーサビアンダーコーティングはもっと安いところありそうなんで、そういうところですればいい。ってことを考えると、本当に入れるものってないですね。だから、グレードの選び次第で、入れるものを選ぶんじゃなくて、もう決めといて、あらかた。その中でグレードと自分のお財布事情をマッチさせて、S スペシャルパッケージか、S か、NRA で決めればいいんじゃないかなって。S レザーパッケージはね、さすがに高すぎるんで、っていう感じですかね。この3つの中から今後決めていきたいと思います。まあ、まだロードスターになるかっていうのはね、わかんないんですけど、ロードスター、ぜひとも買いたい気持ちはたくさんあります。あとは私のお財布と、YouTube がどれだけ登録者が増えるかとか次第なので、まあ、頑張っていこうかなというふうに思っております。この次ね、コペンの中古車市場をカーセンサーで見ようかなと思ってますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、また動画を見てください。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。今後もこのような動画をたくさん上げさせていただきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。さよなら。